情けない、本当に情けないわね。まるで捨て猫の様じゃないの、ギャル。してこの前みたいに偽物の、ふん、本物だわ。この痛み、尻尾がギュッて縮こまる感じ。無様なものね。それにあの品性のかけらもないデカブツ、私が挨拶をしてあげたというのにどこへ行こうというのかしら。無視されているなら尺だけど、どうもそんなつもりでもないみたい。動力源になっている彼女の力を御しきれなくて、恥は思うのに効かない、そんなところかしらね、草野ゆいちゃん。いいえ、その複製さ。陛下、ひょっとして記憶が。喋っていいなんて誰が言ったかしら。大した電撃でもないのに大げさなんだから。正直あなたにお仕置きする魔力ももったいない状況なのだけど、あのね、キャル、私とても不愉快なの、わからない。クイーンラビリンスとそのプリンセスナイトの仲間たちに追い詰められて、あなたに裏切られて、破れて、それだけでも本当に耐え難い屈辱だったのに、地下につながれている私にあなたは何度も会いに来たわよね。何度もってそんなには。うわ、そんなに愉快な見物だったかしら。動物園の獣よろしく、檻につながれた私の姿は、それとも期待してたのかしら。這いつくばってあなたたちに許しを請う私の無様を。陛下、二つだけ聞かせてください。ええ、許可をあげるわ。ありがとうございます。まず陛下はどうやって外に出てきたんですか。そうね、不愉快だけど助けられたからということになるのかしらね。牢の結界を破った女がいたのよ。目に光のないつまらない女だったわね。心が壊れていますって顔をして、気に入らなかったから軽くいたぶってやった。あの女から魔力を吸い上げた時、表層の思考や情報も少しだけ引き出せたけど、レイジ・レギオン、それにエリス、私が留守にしている間にずいぶんいろいろあったみたいじゃない。何よりもミネルヴァ。ああそうよ、この世界の鍵、私たちセブンクラウンズの H の結晶。本来であれば私が真っ先に手に入れるべきもの、その存在が頭からこぼれてしまっていたのだけど、あの少年たちに敗れ去るのは必勝だったかもしれないよね。私の魔法防御を誰かが気づかれることもなく破った。もしかして特定の相手に思考性を持って、
それほどのシステムの実装なんて。陛下？あら、いけない。久しぶりに外の空気を吸ったせいでちょっとだけ口が軽くなってしまったみたい。こんな問答をしているうちにも、あの大きな魔物が向かう先は焦土と化しているのにね。聞きたいことが二つあると言ったわね。続けなさい。早くしないと世界が燃え尽きてしまうわよ。陛下はこの後どうなさるおつもりですか？そうね、あなたへのお仕置きを済ませたら、次はクイーン・ラビリンスかプリンセス・ナイトの少年のところに行こうかしら。こういうのお礼参りっていうのだっけ。なんだか新鮮ね。おやめください。何ですって？いい度胸じゃない、キャル。この私に面と向かってそんなことを言うなんて。ここはもう檻の中ではないのよ。覚悟はできているのかしら。そういえば、あの少年はあなたにとって大事な。それもありますけど、それだけじゃなくて、もし万が一あいつに復讐を果たしたとして、その後陛下はエリスに挑むんですよね。当然でしょう。この私を差し置いて神のように全てを焼こうだなんて、全く我慢ならないよ。そもそも私は最初からこの世界を歪めた原因を探していたのよ。分かった以上容赦はしない。ミネルヴァも取り返してやるわ。おやめください、陛下。陛下はエリスには勝てません。前に再構築っていうのがあってから、これまでこの世界は何度もやり直しになってしまったそうです。信じられないですけど、リセットの条件はあいつやユイが死ぬこと。でもミソラの話が本当なら、エリスが目覚めてリセットを行うまでには時間がある。陛下は、あいつらに敗れなかった陛下は、目覚めたエリスに対して準備万端で挑んで、それで勝てなかったと。はい。ああ、嫌になるわね。キャルのくせに理屈が通っているわ。だってもし以前の世界の私とやらが草野ゆいちゃんの複製体に一度でも勝っていたなら、今の世界のこの私が存在するはずないものね。エリスが今どういう状況かはわからないですけど、牢から出てきたばかりで準備も整っていないままでは、ですから陛下、あいつを狙っても意味がないです。いえ、前も言ったかもしれませんが、むしろここはあいつらと手を組むというのはいかがでしょう。質問は二つまでと約束したはずよ。それにね、虫図の走る提案をしないでちょうだい。今さら手を組むだなんてできるはずがないでしょ。ですけど、勝ち目もないのに挑むのは愚かだって言いたいの？侮るのも大概になさいな。以前の私とは状況が違うわ。敵の正体が知れていて、敵の手にミネルヴァがあるというのなら、それを前提に戦略を組み直すだけよ。その結果が
以前と同じになるか否か、そんなこと誰にもわからないでしょ。それはでもエリスは本当に強いんです。だから、ああもう苛立たしいわね。あなたのその目つき、まるで私の身を案じるような。そして何より肝心なところで私に歯向かって、プリンセスナイトの力まで返却したあなたが、そんなにも未練がましく私に話しかけるなんて。だって私にとって美食殿は大事な居場所で家族ですけど、いくらひどい目に遭わされたって、私にとって陛下も。黙りなさい。そうそう、私を見るときはそんな怯えた顔でいなさいな。でも残念だけど仕置きはここまで。命拾いしたわね、キャル。裏切り者は本当なら黒焦げにしてあげなくちゃだけど、あなたなどに使ってあげる魔力の余裕はこれ以上もうないの。それに漁夫の利っていう言葉もあるし、そうね、あなたたちがエリスと戦うというのなら、戦わせるだけ戦わせて横からミネルヴァを奪うという手もあるかしら。陛下、それじゃああいつらのことは。まったく愚鈍な子ね。何をぼんやりしているの。あなたの今すべきことはアホ面で私に見とれていることではないでしょう。今ここで起きた事態を、私の復活を、あなたの大好きなお仲間に教えてあげるべきなのではなくて。して世界が燃え尽きてなくなってしまうかもしれないのに、のんきなこと。次に会ったらもう少し強めにしつけてあげなくちゃ。二度と私に会いたくならないように、振り返らずに生きていくように。ん？確か群れを作らない野生動物は子供を親離れさせるためにあえて暴力を振るったり置き去りにするだったかしら。おかしな話、腹を痛めたわけでもないのに。調子には遠い今の状態でどうやってあれに勝とうかしらね。あの魔物図体はランドソルの王将くらい、移動速度は馬の早足くらいかしら。放射される魔力の熱風は周囲を一瞬で怪人に消している。余波だけでも半径数キロに甚大な火災が発生。並大抵の魔物や人間じゃ訳もわからないうちに黒焦げでしょうね。それにさっき出会い頭にぶつけてやった破壊魔法でもほとんどダメージを与えられていないみたい。今の私ではあの威力の攻撃を連打はできない。
となると、悔しいけどやっぱり正面から叩き潰すのは無理ね。だけど多少変貌しているとしても、こんなモンスター開発リストの中にあったかしら。はっきり思い出せないわ。腹が立つわね。まだ頭の中にもやがかかっているみたい。嫌がらせでもされている気分よ。まあいいわ、討伐が目的ではないのだし、用があるのは中身、エリスの方よ。そしてミネルヴァ、ミネルヴァさえ手に入れば全てを逆転できる。いいえ、そもそもあれは私が手に入れるはずだったもの。私以外の誰かが好き勝手刺激しているだなんて許さない。ついでに言うなら、元とはいえ私の飼い猫を焼こうとしたことも許しがたいわね。けれどミネルヴァは現状エリスと名乗る草の根の複製と一体化していて、そのエリスはあの魔物の中となると、そう、まずはあの魔物を外側から操ることができるかどうか試してみるべきかしら。無粋な真似はやめてもらおうか、カイザーインサイト。誰よ、エリスの仲間かしら。ごきげんよう、私はミロク。少々事情がありまして、エリスさんの願いを叶えるために力を貸しているものです。ああそう、駒使いなんかに用はないわって言いたいところだけれど、あなた随分おかしな体をしているじゃない。少しだけ興味が湧いたわ。それにその顔、かろうじて記憶にあるわね。現実ではおかしな組織の多さをしていなかったかしら、あなた。さてどうでしたか。あまり過去にはこだわらないたちなものでね。自分で考える頭を持たない無造無造からあらゆる価値を吸い上げる、その手札には共感しなくもないけれど、信仰の先を想像上の存在に押し付けるのはいただけないわね。せめて斧が身を神として手を下したらどうなの。ねえ、そう、この私のように。何がおかしい。神？神だと？あなたごとき神には決して届かない。そもそも二足歩行の猿が少しばかり脳を発達させたからといって神を宣称するなど、自意識過剰にも程があろうよ。絵物語に出てくるような神がお好みのようね、あなたは。奇跡の一つでも見せてあげれば満足するのかしら。結構、よく目を見開けば奇跡などそこら中に転がっている。超能力者や霊感体質者の存在はあなたもご存知のはずだ。それに耳、魂を電脳にダイブさせるという奇跡をどのようにして再現可能な技術へと貶めたのか。ですが現在観測されている超能力者たちにもそのような異能は見られない。では一体誰がどのように。心当たりはある、もちろん。ほう、当然でしょ。得体の知れない技術に私の体と精神を委ねたりはしないわ。ただ確かに
帰り見れば、ニッシングリンクのような唐突さを感じるわね。2020年代の半ば頃から爆発的に発展し普及した革新技術。うん、流れ美空やその上無意味のような境遇の人物が能力を解析され技術の基礎となったのではと想像していましたが。ありえない話ではないわね。ひょっとしてウィズダムの設立前に長老が、あるいは弥勒だったかしら。一応礼を言っておくわ。現実に帰ったら調べたいことが増えたもの。ほう、それは。だけど問答はここまでよ。礼の代わりに、そして先ほどの非礼の報復、あなたがその体に溜め込んだ魂の群れ、私が奪ってあげるわ。あなたを血祭りにあげれば、エリスに一泡吹かせる手段が見つかるかしら。そうはいかない。今の私の魔法が消された。口だけの男というわけでもなさそうね。カイザーインサイト、そちらにもいろいろと都合はあるだろうが、記憶を取り戻した以上、貴様は以前のように執拗にミネルヴァのことを狙うことだろう。地に落ちたといえど、貴様もこの世界の創造主が一人。こちらの知り得ない裏技を使われる前に5体上いただくとしようか。逃がしはしない。魔力の守りが消えた後、巨神の熱に焼かれるがよかろう。無事ですか、カイザーインサイト。キングリープ、余計なことをとは言わないけど、まさかあなたが私を助けるだなんてね。無論好きで助けたわけではありません。状況的にそうせざるを得なかっただけのことです。それじゃあ、おっと、次が控えているので失礼。ミラーミラー、あれが演算無効化ってやつか。ならこれはどうかな。威力は悪くないが、敵の面の皮が厚すぎるか。それにただの人たちでお釈迦とは。おい、
クイーン・ラビリンス、この剣強度が足りんぞ。そりゃ全然調整不足だからね。ノエモ用に作ったレプリカの予備を倉庫から引っ張り出してきたやつだもん。とはいえ今の一撃が通じないなら外部からではまず破壊は不能。それが分かっただけでも十分でしょう。となると内側からの破壊を試みるしかありませんが。ちょっとあなたたち、いきなり出てきてどういうつもりなのかしら。いやーマナー、久しぶり。元気してた？不快な挨拶をするんじゃないわよ。牢の結界内での私のステータスなど素直に監視していたでしょう。事実上結界内に囚われていたのはレジーナ・ゲッシュらも同様だったはずですが。ミロク、我々をいいように駒扱いした借り返しに来てやったぞ。あなた方を洗脳していたのは私ではなくミソラさん。はあ、なるほど。彼女が使っていた洗脳魔法装置は黒きバラの城に隠してあったわけか。みたいだね。城をぶつけてソロの塔を乗っ取ろうとした時はちょっと焦ったけど、まあ結果オーライってことで。いやはや、物事の費用対効果を無視するのはミソラさんの育ちの悪さゆえですね。装置が城ごと壊れ、洗脳のための魔力が送られてこなくなったのであれば、いつまでも結界を維持しておく必要はありません。ですので少々遅参になりましたが、こうして駆けつけたというわけです。まだ宴は始まったばかりのようでしたからね。おい、人のセリフを模倣するんじゃない。まあそんなわけだからさ、ミロクだったっけ。君にはここでご退場願おうかな。私たちはパパッと懲役を終わらせちゃいたいんだね。やれるものならと言いたいところですが、あなた方全員をお相手するほど私も思い上がってはいない。安全な場所で世界が燃え尽き塔が崩れ落ちるまで見学をさせてもらうことにしよう。なんだ、撤退したか。興ざめだな。生き際を心得る相手というのは面倒ですね。どうしますか。次はこうしている間にも巨神は移動を続けています。放置すれば弥勒の捨て台詞通り、ものの数日で世界すべてを焼き尽くすでしょうね。そうだね。真っ先にランドソルに向かわないのはまだ鳴らし運転だからって感じだけど、放置はできないね。エリスとミネルヴァが内部にいるのならなおさらだ。おいキングリープ、空間跳躍で奴の後を追えないのか。逃げ込んだ先には空間があるはずですから不可能ではないでしょうが。しかし空間跳躍には座標の固定が必要です。突入するためには巨神の動きを止めなくてはなりません。しかしこの巨神を抑え込むには私たち4人でも厳しいでしょう。そうだね、5人がかりでどうにかってところかな。5人ってもしかして私も数に入れているの。さすがはカイザーインサイト、
計算が正確で早いですね。気に食わないわ。まったく腹立たしい気に食わない提案だけれど、仕方ないわね。久々にあなたたちの作業を手伝ってあげるとしましょうか。あれ、てっきり嫌がるかと思ったけど、ひょっとして何か企んでるの？まあ当然、企んでいないわけがないでしょうね。だがどのような風の吹き回しである、久々に陛下と肩を並べられるのは心が躍るぞ。だけどこれだけの顔ぶれが揃って足止めをするだけなのかしら。うん、まあこの世界を守りたいって思う人間は私たちだけじゃないからね。私たちがすることは道を作ってあげることかな。世界を救う少年たちさ。私たちからお探しできたかというと、正直なところあまり自信が。もう家出した猫みたいに言うんじゃないわよ、コロスケ。私だって飛行魔法で全力で飛ばしてきたんだからヘロヘロよ。シェフィーを探すはずがえらいことになっちゃって。心配かけてごめんね、キャル。キャルの方は何があったの？ああ、どっから話したらいいやら。ちょっと、あんたたち、もう。あ、ネビアちゃん、おいしそう。ほんとね。っていうか、この家に帰ったのも久々って感じじゃない？はい、ここしばらくはあちこちを飛び回っていた気がします。そうよ、私のことを置いてけぼりにしてね。もう、あんたたち全然帰ってこないわ。街じゃすごいドンパチが何度も起きてるっぽいわね。私もうほんと心配しすぎて羽が抜けるかと思ったわよ。わかればいいんだけどさ。だから、ああそうそう、大事なこと言うの忘れてたわ。帰りなさい。みんな無事で本当によかったわ。ただいま。たったいま。ここがあんたたちのギルドハウスね。なかなかいい物件じゃない？は？は？って何よ、もうご挨拶ね。せっかく来たんだしお茶くらい出してほしいんだけど。ああ、ミス！あんたずっとチャットもつながらないし何やってたのよ！っていうか、なんで塔から出てこれてんのよ。世界からの修正はどうしたのよ。それがさ、なんかどうにかなったっぽい？コッコロタンからの、あ、い、て。はぁ？ちょっと何それ、ずるくない？それだったら私も外に出て大丈夫とかないの？さあどうかしら。てかネビア、あんたちっちゃいわね。一口サイズって感じ？あんたが
でしょうが、っていうか、ペコリーヌさん、ダメよ、ネビアさんのこと食べちゃう。私は何度か食べそうになったけど、カモンカモン、おいしい、セミのせんべいみたいなお味です。いやいや、本当に骨抜けちゃう。きっとお腹が空きすぎて限界なんだわ。キャルのことならしゃべっていいから、ペコリーヌさん。はあ、ちょっと何言ってんの、んなわけないでしょうが。今日はキャルちゃん食べていいんですか。やったー、キャルちゃん。キャー、皆様、お茶をお入れいたしました。やったー、コッコロタンのお茶。もふもふ、お茶菓子が残っててよかったです。ちょっと湿気っちゃってますけど。もうお呼びに行けない。なんで私まで。湿気るっていうか、もうベトベトだわ。ご飯は炊いてるからもうちょっと待ってね。それにしても、カイザーインサイトが脱獄してしまったとは。みんなで頑張って捕まえたのに、また悪いことをしなければいいんですけど。でも今の話だと、キャルがピンチのところに駆けつけてくれたみたいに聞こえたけど、どうなのかしら。陛下が私を助けてくれたかもっていうのは私の願望って気もするし。それより、エリスが乗り込んだクソデカ魔物、あれ多分過去一でヤバいわね。いくら陛下でも牢屋から出たばかりじゃ止められないって思うわ。話を聞く限り、エリスさんも弥勒もまだ全然諦めたわけじゃないっぽいですね。私たちがお預かりしていた分のソルオーブもエリスによって奪われてしまいました。本当に申し訳ありません、主様。弥勒との交渉に使った偽物じゃない方の本物のソルオーブはみんなでバラバラに持っていたから、エリスと遭遇しなかったあたしらの分がいくつかは残ってるけど、塔の頂上に登ってラビリスタさんの計画を発動させるには奪われたソルオーブを回収しなくちゃいけないのね。あのさ、なんか弱気なこと言っちゃうみたいだけど、勝てるの？あんたたち。弱気になるのはわかるわ。私らガイド妖精からしてみれば、ミネルヴァって言ったらそれこそ神様みたいな存在だもん。それがエリスに取り込まれて敵に回ってるとなるとね。エリスさん、正直この前は手も足も出ないって感じでした。ジェーンさんやアゾールドさんでさえ太刀打ちできなくて。それに誉れまで負けたっての信じらんないわね。本当なの？私たちもその瞬間に居合わせたわけではありませんが、おそらくは。誉れさん、私がドラゴン族として覚醒するために手を貸してくれて、その時にいろいろお話しさせてもらったんだけど、もちろんエリスには勝つつもりで戦う。でももし負けてしまうにしても、最後の赤木でエリスとミネルヴァを引き剥がしてみるって言ってたわ。
引き剥がす、そのようなことも可能なのですか？誉さんはいろんなことができる人だけど、その中の一つに相手の心とか精神みたいなものに干渉する技があるんだって。ハッキングってやつね。私は詳しくないけど、私はそのミネルヴァの端末だったでしょ。だから私とミネルヴァ、エリスの間には目に見えないハッキングのためのつながりがあったらしいんだけど、私の体を調べた誉さんはハッキングを妨害するだけじゃなくて、逆にこちら側からエリスにハッキングできるようにしたみたいなの。むしろ私をかくまってくれたり覚醒の手伝いをしてくれたのは端末としての機能が目当てだったみたいだけど、でもこっちとしてもありがたい話だったわ。それでは誉様のハッキングとやらが成功していれば、エリスに一矢報いるチャンスができているかもしれないのですね。そっか、あの時のミロクとエリスが話してたことは。もともとこれには意志などありはしませんし、ミネルヴァとのリンクを失いかけたエリスさんにはちょうどいい手足となることでしょう。完全に狙い通り引き剥がせたってわけじゃないけど、誉のハッキングってやつは多少は効いたってことじゃないかしら。誉さんが命を落として作ってくれたチャンスだもの、絶対に無駄にはできないわ。はい、もちろんです。ところで、そうでございますね、カヤ様からはドラゴン族の覚醒とは本来時間をかけて鍛え上げるものだとお伺いいたしました。それを無理やり使えるようにしたのでしたら、慣れない力を使ってその上兄貴と戦って相当無茶してるんじゃないの？そんなことないわ。みんなだってミロクやエリスの使徒たちと戦って大変だっただろうし、それにみんなとこうしてまた一緒の時間を過ごすためならいくらでも頑張れるってそう思うもの。シェフィーちゃん、あれ？これはラビリスタ様。いや、みんないる。はい、ユイ様たちは一度ご自分たちのギルドハウスに戻られましたが、ラビリスタさんの方は今どうしてるんですか？え？今？そうだね。やはり打撃や斬撃ではほんのわずかな足止めが関の山ですね。その上近づくほどに熱くてかなわん、まるで蒸し風呂さながらじゃないか。常人なら一呼吸で肺がただれる気温です。我々といえど奴の熱波をまともに浴びれば即死ですよ。なに、攻撃タイミングは陛下が教えてくれる。我々はそれを絶対的に回避すればいいだけさ。あなたたち、無駄に力を浪費しないで。レジーナ・ゲシュは私の演算の補助を、キングリープは座標の確定を、それに
い戦ってる感じかな。アキラ、何をサボっているのかしら。デカブツの足止めならあなたの剣能が最適でしょう。ははは、怒られちゃった。今の声、陛下？陛下が他のセブンクラウンズと協力してるだなんて。とりあえずみんなにやってほしいことを簡単に言うね。ありがとう。それじゃ、私たちが相手をしている間に君たちはこの魔物の体内に侵入して、コアになっている8個のソルオーブを取り返すんだ。ミネルヴァ、私の中のあなたの抵抗を感じる。私から離れたいと願っているのね。でもそうはさせない。私はあなたが草野ゆいの願いを叶えるためだけに作ったコピー。逃げ去った願いの核、草野ゆいの穴埋めのためだけに。たとえそうだとしても、今の私には意志があり、願いがある。塔の誉れによってあなたとのつながりを歪められたとしても、私から離れることは絶対に許さない。どれだけ醜く惨めな様となっても、最後まで付き合ってもらう。そう、最後まで。今の世界が終わっても、その次も、その次の次も、私の願いが叶う。その瞬間まで。騎士君、騎士君のいなくなってしまった後の世界で、騎士君たちの生きていたロムをただ流し込まれる。これまではずっとそんな悪夢の繰り返しだった。これ以上の繰り返しにはもう耐えられない。そう思っていたけど、でも今回はやっと騎士君に会えた。これまでにないほどお話できた。世界を焼き、システムを破壊する。その途中で何かあれば、今の騎士君がいなくなって私のことを忘れてしまう。それはとてもとても悲しい。胸が張り裂けそうになる。けれど騎士君と言葉を交わした記憶が、騎士君と直に触れ合ったぬくもりが、次のループを耐える希望と勇気を私にくれる。ほんの数百秒のログだとしても、何億回でも何兆回でも、それをリプレイして、私はループを耐え忍ぶ。岸君、願わくは次のあなたがまたカイザーインサイトを倒して、そして今度こそ私の手を取ってくれますように。エリスさん、聞こえていますね。この巨神の操作もだいぶ慣れてきたようですね。移動が滑らかになり、世界を焼く効率も上昇しています。ええ、外ではセブンクラウンズたちがハエのようにたかってきて煩わしいけれど。ハエなどととんでもない。
我らはそれぞれ必殺の毒針を持つ蜂のようなもの。もちろん虫けらには変わりありませんが、いくら強い毒、優れた能力を持っていても、外側からの攻撃ではこの巨神を倒すことはできない。ならば次に彼らが取るであろう手は、ソルオーブの奪還。ええ、所詮は倒壊めいたまがいもの。弱点があるようでは真の神には程遠い。エリスさんが制御しきれなくなったミネルヴァの力の受け皿、巨神がその役割を遂行するためにはソルオーブによってこの巨体を維持する必要がある。巨神の体の大半は黒きバラの城を取り込んだもの。キングリープの剣能ならその空洞に潜入できる。これほどの巨体です。ソルオーブは補助脳のように分散して配置されていますから、私一人では全てを守ることはかないません。となれば、黒い風の精霊のよう、私が収集したアストルムの魔物のデータの数々、それらにミネルヴァから力を与え、不埒な侵入者をはねのける守護者とするしかないでしょう。任せる。好きになさい。さあ、世界が燃え尽きるのが先か、ソルオーブを取り返すが先か、あるいは現実へと帰還するが叶うか。モサクジ・アキラとそのプリンセスナイトたちよ、レジェンド・オブ・アストルムを守らんと欲するならば、このラストゲームの舞台へと登るがよい。知れないとあらば、出し惜しみをしている場合ではございません。そうよシェリー、作りすぎとか余っちゃうとか心配する必要ないんだから。むしろ食いっぱぐれないように気をつけなさいよ。そうですね、食いっぱぐれないようにいっぱいいっぱい食べちゃいます。あんたが食べすぎるから食いっぱぐれるんでしょうが。大丈夫ですって、ケルちゃん。足りなくなっても今から皆さんが食料を持ってきてくれるはずなので。くんのバカアホリーナ、他の連中が揃ったら作戦開始でしょ。っていうわけでさ、私たちの足止めが成功したら、ラジラジがそっちのギルドハウスと魔物の体内をつなぐ空間跳躍の魔法陣を作るから、そしたら多分最後の決戦だよ。全部燃えちゃう前に奪還よろしく。最後の決戦、不安だわ。オメス様、あんたたちやトゥインクルウィッシュのみんながすっごくレベルアップしてるのは知ってるけど、ミロクがどんな罠を仕掛けてるかわからないわけだし、やっぱり鍵はこいつよね。あんたと絆を結んだたくさんの子たち、彼女たちの中にはこの世界の歪みに気づき始めてる子もいる。ううん、そうじゃなくたって声をかければ必ず力を貸してくれるはず。
そうですね。レイジルギオンとの決戦では私たちだけで敵の拠点に乗り込みましたけど、負けてしまったら世界が終わるっていうなら、彼の強化が届くところで一緒に戦ってもらった方がいいかもしれないわね。よし、そうと決まったら私行ってくる。え？どこに？ソウルの塔に決まってんでしょ。今は敵もいないはずだし、私の部屋からならランドセルにどこにいたってメッセージを送れるもの。いいこと。みんなが来るまでちゃんと休んどきなさいよ、あんたたち。アメス様、どうぞよろしくお頼み申し上げます。ポーン、任せて。コッコラくん、セフィー様、あまりお箸が進んでいないご様子ですが、いかがなさったのですか？あ、その、もしラビリスタさんの言う通りなら、これが最後の戦いになるかもしれないんだなって。そうでございますね。エリスたちを倒し、ソロオーブを取り返せたのなら、現実へ帰還することになるかもしれません。でもまだ世界中の人たちにラビリスタさんのクレープを配り終わってないはずですし、サグってわけじゃないですよ。そうよ。てかあんたたち知らないの？この戦いが終わったらってやつ、気軽に言ったらダメなんだから。ほらシェフィー、あんたももっと食べなさい。さもなきゃ口におにぎりねじ込んでやるわよ。おいしい。このあたしが握ったおにぎりだもの、当然でしょ。そうね、キャルが握ったものなら安心して食べられるわ。ちょ、何よ、普通に褒められるとやりにくいわね。キャルちゃん、シェフィーちゃん、私の握ったおにぎりも美味しいですから食べてください。待って、それってその具、確か魔物の。さあ、主様、私たちも。思えばこの家に住むようになってから随分と時間が経ったように思います。そうね、ほんと色々あったわね。ちょっと何しんみりしてんのよ。絶対無事に帰ってきなさいよ、あんたたち。もちろんです。みんなで必ず戻ってこの家でご飯の続きを食べましょう。シェフィー様？うん、何でもないわ。必ず戻りましょう、私たちの家に。
お待たせ。あんたたちの仲間みんな集めてきたわよ。はあ、もういっぱい話しかけたせいで疲れちゃったな。ちょっと私休憩ね。お疲れ様、フィオ。アメス様、本当にたくさん集めてくれましたね。皆さんおいっす。さすがはアメス様、大変に素晴らしいです。しかしポッコラさん、いえそのここにいらっしゃる女性の皆様全員が主様のお知り合いと思うと少々めまいがしてしまい。大丈夫？ほっときなさいシェフィー、いつもの病気だから。まあ気持ちはわからなくもないけどね。キズ君ちょっと待っててね。ラジラジさんから通信魔法でもらった座標に飛べるように空間跳躍の魔法陣の調整をするから。おっと、この人数を飛ばすんじゃ調整も大変ね。私も手伝うわ。ありがとうケルちゃん。魔法が得意な人たちで協力すればあっという間だね。閉じた場所の中に転移するんだから慎重に行きましょう。魔物の体とか石の中にはまっちゃわないようにね。ペコリーナたちもちょっと待ってなさいよ。はい、ケルちゃんお願いします。かしこまりました。シェフィー様、私たちも決戦前の最後の確認をいたしましょう。うん、また後でね。危機に華麗に健残にゃ。何をおっしゃいますの。あなた様のためならたとえ火の中水の中どのような時でも無償で手助けをさせていただきますわ。ゆかりやみふゆからだいたい聞いたにゃ。黒い天使みたいなシャドウの子たちが町中で暴れだしたと思ったら、それどころじゃなくとんでもないことになってるみたいだな。私たちが知っている話っていうのもジュンさんからのまた聞きだけどね。さっき魔法で話しかけてきたアメスって女神様の話と照らし合わせても矛盾はないみたいなんだけど、やっぱりなんだかピンとこないわよね。現実なんて場所があるなんて言われても。ゆかりさんも？そうよね、世界をもう一つ作るだなんて非効率というか、それこそ非現実的じゃないかしら。大人は忙しいんだから余計な手続きを増やさないでほしいわ。それよりもお城みたいにでっかい魔物が攻めてきてるならそっちの方が大ごとにゃ。屋台のたい焼きが真っ黒焦げになっちゃうにゃ。たい焼きどころの話じゃないわ。本当にそんな魔物に攻め込まれたら町は消し済み、財団は壊滅、私たちも明日から無職確定よ。無職？それはダメ。何としてでも阻止しなくちゃ。ええ、貴族たるもの世界の危機とあらば見過ごせません。カイザーインサイトやレイジレギオンとの決戦では馳せさんじることはできませんでしたが、この度は私たちも先陣切って協力させていただきますわよ。ええ、やってやるのにゃ。まつりちゃん、準備は大丈夫？シャドウたちにやられた怪我は平気？はいっす。さっきそこで
優しいエルフのお姉さんに直してもらったっす。フォレスティエのギルドマスターさんだね。後でお礼を言わなくちゃ。やあ、こっちは準備万端、いつでも行けるよ。任せてほしいっす。世界を救うなんてまさしくヒーローの仕事っすか。全力でやってやるっすよ。まつりちゃんはブレないね。こんな時でもいつも通りだ。そりゃそうっす。おっきい戦いはこれが初めてじゃないっすからね。油断は禁物だ、まつりちゃん。慣れてきたと感じた頃が一番失敗しやすいものだよ。ましてやこの戦いは決して負けられないからね。わかってるさ。油断せず全力で全身全霊っすよ。やれやれ、本当に大丈夫かな。ところで少年、それに陛下、そのジュイさん、どうしたんですか。ここではない世界、現実というものはまだ私はどう受け止めていいのか分かりません。ですが以前にもお答えした通り、今の私は陛下とこのランドソルに仕える身。あなた方やこの世界を守るためになら全身全霊を尽くす所存です。そうっすよ。他の騎士団の団員たちも同じ気持ちのはずっす。陛下と一緒にこの決戦に参加したいって団員は本当はたくさんいたんです。でもみんなには町のことを任せてきました。天使型のシャドウからの被害と混乱も甚大なものでしたから。が、至極ながらレイジレギオンの拠点を強襲したあの時と違って、今回は人数制限なしの危険度増し増しであるのなら、陛下の御身を守るため私も作戦に参加させていただきますわ。って言って話を聞いてくれないんす。まったく困ったおばさんす。文官には文官にしかできない大事な仕事がある、説得を試みたのですが。お黙り遊ばせ、ナイトメア。復興も立法も祭りごとも、まずは外敵を打ち滅ぼしてこそ。明日の仕事を考える前に今日の火の粉を払う仕事が先ですわ。もちろん私戦闘員ではございませんけれども、最近なぜか戦いに駆り出されることが多い気がしないでもありませんでして、こうなればいっそ地獄の果てまでお供いたしますわよ、陛下。ああ、落ち着いてください、クレジッタさん。私たち地獄には行かないですよ。まで私たちがやってたあれ、その名もランドソル共通期末試験ってやつ、うち一問もわかんなくって。
私が出題範囲を読み違えたせいかも。ごめんね、二人とも。ううん、うちらがもっと頭良かったらだし。ちゃんよ、マジごめん。そうよ、これでまたしばらくレディーらしい振る舞いの研究ができるわね。そうそう、みんなでまたたくさん遊べんね。モデルの仕事もできるし。もう二人とも、アメスちゃんっていう女神様が言っていたでしょ、このままじゃ学院がなくなってしまうじゃなく。そうだった、それなら。そうよ、アメスって子が言ってた現実とかいう場所に避難すれば。うち知ってる、それ現実逃避っていうの。試験の前によくやるやつだ。でも逃げていい時と逃げたらダメな時があるのよ。あなたたちの敵を何とかしなくちゃ学院も世界も本当になくなってしまうのよね。それならまずはみんなで力を合わせて世界の危機を乗り越えましょう。先生、頑張ってみんなを引率するわ。よくわかんないけど、補習みたいな。ただの補習じゃないわ、世界を救う課外授業ってことや。何それ、ウケる。私たちが活躍したら王宮に頼んで廃校を免除してもらえるかもしれないし。やってやりましょう、スズナ。オッケー、ミサキッチ。それじゃあみんなで課外授業始めちゃいましょう。他の子と一緒に安全な場所で留守番してて欲しかったんだけどね。もうママサレン、妖精さんみたいな女神様が言ってたでしょ。安全な場所なんてどこにもないかもしれないですし。はい、それにあなたのことを助けてほしいって。そうね、ここまで来ちゃったんだし、こうなったら最後までやり遂げましょう。世界が仮初めっていうのはよく分かんなかったけど、でも悪いやつに滅ぼされるかもしれないの黙って見てられないよ。私この世界が大好きだもん。当然だぜな、くるみの嬢ちゃん。うん、でも現実っていう場所ならもしかして私や他の子たちのパパとママもまだロストしてなかったりするのかも。ううん、なんでもないです。お兄ちゃんの力になれるように頑張りますね。こういう出陣式って確かみんなで杯を割っちゃうんですよね。私お茶を入れ直してきます。こら、スズメ、それはもういいから。あ、そういえば
カオンの子たちも来てるのよね。私、マホさんに挨拶しときたい。以前はビースト族とは牽制し合う間柄だったけど、こうして力を合わせられるのはとても嬉しい。彼女たちならきっと心強い戦力になってくれるはずだ。シャドウを倒せたって思ったらさ、今度はアメスっつったか、妖精みたいな女神様に魔法で話しかけられて。ああ、それでだね。女子くんたちの力になるために我々は大急ぎで。かすみは無理して喋らんとき。セントールスからここまで魔法で強化しながら全速力やったもんね。多分最短記録更新さ。戦った直後だったし、本当疲れたさ。私と香織は体力には自信あるんだが、かすみと姫さんがへばっちまって途中からおんぶしなくちゃだったからな。きつかったぜ。ごめんな、カオンのみんな。私が元の力をちゃんと使えたら空間跳躍でも何でもしてやれたんだけど。なあ、当然だろ。私が世界で一番悪いやつでいるためにはユイのコピーやミロクとかいう敵をぶっ飛ばしてやらなくちゃだし、オクトーのこともあるし。なあ、そうそう、お前たちピオを助けられたみたいだな。よかったよかった。久しぶりね、ナエル。今度はあんたと肩を並べて戦えるってわけね。そうだな、今度は私もお前の仲間だからな。なんかいいな、こういうの。ノエムさんからいろいろ聞かせてもらって、私なりに世界の真実について推理してみてたけど、どうやら女子くんたちも自力で真相に迫っていたみたいだね。私らはまだその話全然ピンときてないさ。マコトは？私もまだここ以外に現実があるなんて実感なんざさっぱりねえけど、それはそれとして安心したぜ。ユイがすっかり立ち直ったみたいでさ。うん、ごめんね、マコトちゃん、心配かけちゃって。気にすんな。けどこれで思いっきり戦えるってもんだぜ。そうさ、世界を燃やしちゃうなんて絶対止めなきゃダメさ。あと、マホマホ王国もやね。みんなで力を合わせて全部守ってる。おっ私は力だけじゃなくて知恵も出したいところだけど、決戦の前にもうちょっとだけ休ませてほしいな。バタ。かすみはん？すやー。あらあら、初音ちゃん、すっかりお休みね。こ
これだけ人がいるのに起きそうにないですね。どうなんでしょう。シャドウたちから里を守った後、アメス様から信託を受けてあなたのところに急がなくちゃって、そうしたら初音ちゃんが内緒の魔法っていうのを使ってくれて、気づいたらあなたのお家の近くにいたんだけど。初音さん起きてください。初音さん。初音ちゃんは寝正月なのだ。まだ今年は終わってないですって。困ったわね。これからまた大きな戦いが始まってしまうのに。あ、そうだわ。目覚ましになるものを用意してあげましょうね。え、あ、初音さんの好きな食べ物とか冷たいお水とかですか？それもいいけど。お姉ちゃん、朝だよ。あっ、この声は。おはよう、お姉ちゃん。しおりん、しおりん、しおりん、しおりん。あー、なんだかすっごい久しぶりな気がするよ。しおりんも一緒なら、初音ちゃんは元気100倍絶対無敵。二人でキャーンってして世界を守ろうね、しおりん。キラーン。初音ちゃん、すっかり目が覚めたみたいね。よかった。でも葵ちゃん、あの、美里先生、私今更ですけどぼっちなんです。なのにこの世界で友達ができてしまって、それもたくさん。怖いんです、現実っていう世界に行ったらまた本当のぼっちに戻ってしまう気がして。まあまあ、そんな心配しなくても大丈夫よ、葵ちゃん。だってこの世界であなたが経験したことをちゃんと覚えていれば、きっとどんな場所でもお友達を作ることができるはずだわ。美里先生。あら、あっちから来るのは。お知り合い？葵ちゃんってば本当にお友達がたくさんね。やあ、どうし、呼ばれたので来てみたが、これは一体どういう状況だろうか。また随分な人出じゃないか。しかもみんな顔がいいです。ここまで美少女が一堂に会してるともはや不安になりますね。背後に何らかの触法行為が絡んでいても不思議ではないですよ。てか、狭っ。え、狭くない？人詰め込みすぎでしょ。キャパどうなってんのよ。ろくに腕も伸ばせな。てめえ誰だ今ぶつかったの。よろめいて思わずこれに捕まっちゃったじゃねえか。身内同士でそういうのちょっと照れんなよ。ぶっ殺すぞこの野郎。待って、そんなことより今一瞬めっちゃ可愛い悲鳴聞こえませんでした？あれ、どの子だろう。さあ、気のせいじゃないの。で、今日は何？なんか小銭の稼げるバイトだかクエストだかあるって聞いたけど。うわ、怖すぎ、やば。なんですこれ、世界を滅ぼしかねない勢いのビジュアルですけど。ああ、
そっか、そういやそんなシーズンか。どういうことだね、クロエ君。いや、この時期あんすよ、そういうバイト。うち前にやった時あんだけど、世界を救うわみたいなノリのいい女子大集合してた。世界を救う？気が乗らんな。いや、気に入らんと言ってもいい。世界が危機だと言うなら、それは世界の自業自得だ。勝手に滅んでろ。天まで伸ばした塔を雷で落とされた僕に救ってやる義理などない。端的に還元すれば、ざまあ見ろだと言ってやりたい感情もあるのだが、しかし今となってはこの箱庭こそ僕の大事な青春だ。是非もなし。その件あえて受けたまわるとしよう。別に世界のためじゃないんだからね。クロエ先輩、あの子は何に関して何きっかけで出入ったんです？そう、しないけど、バイト代欲しいんじゃないの？それはチエロも欲しいですけど。逆に欲しくないやついんのって話。よし、満場一致だな。では、行くぞ諸君。経緯はよくわからんが、とにもかくにもユニちゃんズ出撃だ。そうですね、とにもかくにも仲良し部出撃ですね。騎士君、お待たせ。転移の魔法陣の調整終わったよ。みんなとお話ししてるところにごめんね。でもまだおしゃべりのチャンスはあると思うから。そうだね、ラジラジも通信魔法で巨神の体内が相当に広いと言っていた。長期戦を覚悟しておかなくては。ついでにあの性格の悪い魅力のことだ。きっとソルオーブも一箇所ではなく分散させているに違いない。ソルオーブはこっちの手元に4個、あっちに8個、全部取り返せば巨神の動きも止まるはずなんだよね。そうね、私を閉じ込めてたあの魔物、なんていうか未完成の器みたいなものっぽくてさ、今はそれをエリスが手足として操ってる。誉れに出し抜かれてミネルヴァとのリンクが不安定になったエリスは、正確な力の制御を諦めて器の魔物にありったけの力を持ち込んで、それでリセットっていう今のアストルムのシステムが作動しないくらいギリギリまで世界を破壊しようとしてるみたい。その途中でユイやあんたが死んでリセットになってもしょうがないって考えでしょうね。そんなの絶対止めなくちゃ。あのね、キス君、レイちゃん、ヒヨリちゃん、おかしなことを言っちゃうかもだけど、叶うなら私はエリスさんも救いたい。どうすればいいのかはまだわからないけど。あ、いいの？大変なことだと思うのにそんなにあっさり。もちろんユイがそう言うだろうってことは分かってたからね。私は助けられるなら全員助けたいもん。ユイちゃんも知ってるよね。ありがとう。みんな強くなったわね。力だけじゃなくて絆もと。急ぎましょう。いくらセブンクラウンズだってエリスが操るあのデカブツを一箇所に止めておけるのはそう長い時間じゃないはずよ。ああ、行こうフィオ。世界の歪みを正すためにもこのまま焼き尽くさせるわけにはいかない。もう迷わないよ。最後まで戦い抜いてみんなを守ってみせるんだからね、騎士君。繋がれ
隔絶されし門よ、子と祖を結び我らを決戦の地へと導きたまえ。さあ騎士君、私たちと一緒にこの懲役を終わらせよう。やれやれ、我々が総出でかかって歩みを遅らせるのが精一杯とは大したものだよ、このデカブツは。力の源となっているミネルヴァはもちろんですが、エリスの方も大したものですね。一時はユイの複製に過ぎないと侮っていましたよ。ゴーハラだが認めざるを得まいよ。結局私たちが力を貸してやったドラゴン族の女も真正面からでは相手にならなかったようだしな。感情は時に演算を、それは人ならざる存在プログラムであっても変わらないのかもしれないね。おいクイーン・ラブリンス、それより早く次の武器を作れよ。もっと強靭で機能的で私が持つにふさわしい豪奢なやつだ。まあ注文が多いなクリス。でもその前に断崖絶壁で落とし穴を作ってからね。はーい、忙しい忙しい。キングリープ、そちらの守備はいかがですか？問題ありません。モサクジアキラのプリンセスナイトの拠点前に結界を敷設させました。転移先である巨神体内の空洞にも目星はつけてあります。あとは座標を固定させるだけ。カイザーインサイトが手を貸してくれたおかげで存外スムーズにいきました。この程度であなたが私を褒めるなんて妙な違和感があるわね。まあいいわ、そんなことよりさっさと動きを止めてあげるとしましょう。集中なさいな、あなたたち。ええ、了解です。では行くぞ。世界よ止まれ。ございません、しずる様。主様に寮を届けるのはこの私が。今ここにいるのは俺と祈り、ラビリンスの二人、それに君とコッコロだけか。どうも日和たちとはバラバラに飛ばされちまったみたいだな。転移魔法の失敗、いえ魅力の罠やもしれません。こちらの分断を図ったのでしょう。そっか、それじゃあ敵に妨害されても私と弟くんは一緒だったんだ。やっぱり運命のお姉ちゃんだもんね。それなら私も運命の妹ってことになりますね。これは現実っていう場所でも私はお兄ちゃんの真の妹。
わけわかんねえです。カヤピー、こいつら何言ってやがるです。俺も意味はわかんねえけど、戦いの前の願掛けとかかな。ただの空想でございますので、お気になさらず。それよりも、カヤ様、祈り様、その誉れ様のことは。すげえよな、うちのボスは。セブンクラウンズでもないただのプレイヤーが世界の管理者ってやつに一矢報いるなんて。でもでも、このまま世界が燃やされちまったら一矢も雑誌もねえです。ゴミクズです。だからこの祈り様が、ボスがやろうとしてたことを代わりにやってやりますよ。そうすりゃボスを超えたって証明になるですからね。そういうこった。現実とかいうのは正直よくわかんねえけど、ボスがぼったくられた喧嘩は俺らが勝ってやんぜ。ったく、そうしんみりした顔するなって。つうか、俺らはボスがやられたところを直接見てないからかもだけど、なんかあんま実感ねえんだよな。コヨピーもですか？私もですよ。あのクソボスのことだから、そのうちひょっこり出てくるに決まってやがります。やりそうだな。クリスマスの時とかに私がプレゼントとかバカなこと言ってさ。ふん、そっちのボスも随分な変わり者っぽいね。そうですよ、随分なイニシンワード一生撒き散らしババアです。うちのマスターも口から出るのは大体イニシンワードですよ。あと修行と称してひどいスパルタしてきます。わかるです。魔物。いやー、なんで魔物の中に魔物が。それも手ごわそうなのがうじゃうじゃですよ。これは魅力が呼び出したものかと思われます。やはり私たちを分断し個別に撃破する狙いかと。だとしたらとんだ役不足だぜ。こんなもんで俺たちをどうにかできると思ってんならな。それを言うなら実力不足かな。どっちにしろ弟くんの愛を受けたお姉ちゃんを止めるには全然足りないけどね。もう私も負けてらんねえです。やってやるですよ、クソボスの分まで。私もやってやります。精一杯お兄ちゃんのお役に立つんです。外で頑張ってるマスターの分まで。はい、主様、まずはペコリーヌ様やお仲間の方々と合流しなくては。しようかと思いましたが、あー、こいつらまだ来るの。話は後じゃ、わらわを強化せよ。
この付近の魔物は始末できたか。あんたと早めに合流できて助かったわね。忍さん、ナイス占いだわ。どういたしまして。ですが内部は入り組んでいて迷路のようです。ここでソルオーブを探すというのは厄介ですね。暑いし魔物は多いしやってられないの。誰か冷凍プリンを持ってきてなの。暑くて暑くてもうわかり溶けちゃいそう。ちょっとそんなにはだけちゃ見えちゃうでしょ。あかりでも涼しいよ。お姉ちゃんも涼しくなっちゃおう。うわ脱がそうとすんな。それにしても奇妙な空間ですね。魔物の体内に空間跳躍するという話だったのでもっと生物的な場所をイメージしていましたが。ふん、我らの根城のような魔力の染みついた建物の残骸が転がっておる。それが魔物の図体を支える骨格となっているわけか。なるほど。魔物といっても生命体ではなく魔法的な存在なのですね。それを敵の親玉が操って動かしていると。俺の魂がこのドクロを動かしてるみたいなもんだな。規模が違いますよ、お父さん。エリスか。噂以上に恐るべき力を持っておるようじゃな。まったく気に食わんの。どのような事情があれその力でもって世界を焼き尽くさんとするとは。わらわに支配されるべきこの世界は。そうなの、焼きプリンばっかりじゃ飽きるの。この世界がゲームの中かもしれないなんて全然実感ないけれど。でもこんな形でゲームオーバーになんかさせないわ。うん、お姉ちゃん、そのためにまずはぐれちゃったお姫様たちを見つけなくちゃね。しのぶ、さっきみたいに占いでみんなを見つけるな。はい、私もあまり自信があるわけではありませんが、魔力の流れが乱れているため通信魔法もつながりにくいようですし、やってみるしかなさそうですね。急ぐのじゃ。我らのような武闘派のギルドはともかく、お主からの強化なくばまともに戦えぬ者もいるであろうからな。あなただけでなく魔物も呼び寄せてしまったみたいですけどね。でも私たちの歌を聴いてきてくれた仲間はあなたたちだけじゃないんですよ。こんにちはじゃなくてこんばんは。助けてくれてありがとうございました。ランファさん、どういたしまして。ランファさんの歌にはやはり素晴らしい力がありますね。うんうん、あ、そうだ、
ラーファさん、ラーファさんもアイドルに興味ない？アイドル？うん、キラキラの衣装を着てステージで歌うのとっても楽しいよ。無理よ。知らない人の前で歌うなんて。それに私はレイジレギオンで。ギルドに入らなくてもライブにゲストで参加するという手もありますよ。私ぜひランファさんと一緒に歌ってみたいです。わー、盛り上がりそう。衣装ならフリフリで可愛いのを作ってあげますよ。ふむふむ、わかりました。上から87、58、84ですね。紬、その特技あまり使ったらダメよ。でもそのあなたたちのプロデューサーレジーナ・ケッシュなのでしょ。あのとてもうるさい人。大丈夫だよ、プロデューサーあれで結構面倒見もいいし空気も読んでくれるんだよ。意外とランファさん強いですから。遊び半分で戦いを挑まれるかもしれませんけどね。でもプロデューサーさん、今も外で戦っているんですよね。世界を焼き尽くすほどの強大な魔物と、それを操るエリスト。洗脳魔法が解けたのは良かったですけど、このままじゃプロデューサーたちエリスさんにやられちゃうかもです。その前にこっちで何とかしなくちゃですね。うん、それに早くしないと世界中の人たちだって大変なことになっちゃうし。よーし、歌って戦うギルド、カルミナフィーチャリングローファさん、ライブオンファイナルステージ、全力でいくよ。私も。汗かいちゃうし、全然僕向きの環境じゃないね。ねえ、君もそう思うでしょ？だよね。決戦ならもっと美しい舞台を用意してほしかったな。決戦に向かう先輩もかっこいいな。全く
こいつらと来たらいつも通り緊張感のない。これが我らの最後の戦いになるかもしれんというのに。え、そうなんですか。確実とは言わんが、だが先ほどあのアメスという神の話を聞いてから故郷に一度帰らねばならんと、そんな気がしていてな。マリーカさんの故郷？バイス・フリューゲルのある祖国ってことかな。それとも現実という場所のことでしょうか。現実とやらのことはまだよくわからん。だがこれだけの事件があったのだ。本国には一度報告をせねばならんだろう。そうしたらしばらくバイス・フリューゲル・ランドソル支部はお休みね。それとも解散ですか。どちらにせよだ、お前たちは全くもって言うことを聞かない。バラバラで結束力のないメンバーだった。だがお前たちとギルドを組めてよかったと思う。マリカさん、とくもうそういうこそばゆいのは柄じゃないんだけどな。そうかもしれないな。では最後まで我々らしくバラバラで行くとするか。はい、烈火のグレー旋風。ギュシグルドー、やっと見つけましたわ、私の運命の方。いや、ちょっとぶりだね、あんたたち。私は久しぶりだけど、なんだかずいぶん大変なことになっちゃってるみたいね。しかも親玉がこんな魔物の体内にいるなんて。ここがあの女のハウスでありますな。ほほほー、研究しがいのありそうな構造体ですぞ。しかも魔物の中に魔物がびっしりと。これではソルオーブもどこにあるものやら。申し訳ありませんが、巨大な魔物も小粒な魔物たちもソルオーブも私にとってはさまつじにすぎません。アメス様から聞きましたわ。こたびの敵はあろうことか、あなた様と二人きりの世界を想像しようとしている。私の預かり知らぬところでそのような陰謀が行われていたとは許せません。ああ、許せません、許せませんわ。やべ、物通案件でありますな。エリスはエリコを怒らせた。そのような身勝手な世界、私が完膚なきまでに破壊し尽くして差し上げます。デストロイヤーの名にかけて。集団が紙くずのように粉砕されていく。過去にないほどの気合の入りようではないか、エリコ。
穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説のスーパーエリコ様ですな。もう全部あいつ一人でいいんじゃないですかな。ほらほら、バカ言ってないで、私らも働くよ。まだまだ敵のボスには遠いからね。ご苦労様。はい、エリコちゃん、元気になるお薬。ありがとうございます。効果できめんね。敵は世界の管理者、そして終焉の巨神。こたびの戦、まさにラグナロク。シュールのヘカーテ、全力を持って抗う時。だから巨神一つ、コレクターが押し出してやる。私たちは世間に名高い悪党ギルド、お天道様も真っ青のゴロツキ部来の集まりさ。けれどね、そんな黄昏時の住人だからといって昼間の人々の暮らす世間が壊されるとあっちゃ見過ごすわけにはいかないよ。いざ心に刺した刃にかけて、悪党どもが世界を救う大立ち回りと行こうじゃないか、あんたたち。おートワイライトキャラバンは伊達じゃないであります。遊べないんじゃな。そうだよね。
私たちを心配している人もいるかもだし、戻ってこれるなら一度行ってみるのも。戻ってこれるのかな。それはわかんないけど。もう杏花、これから決戦なんだから難しい話はやめやめ。みそぎちゃん、はい、そうだね。ミミたちがお兄ちゃんたちを助けるんだ。そうと決まったらビューン。悪いことしちゃったって反省するまでエリスにもいたずらしちゃうんだから。ま、待って、ミソギ。ほらほら兄ちゃんも早く。無事でしたか、アメス様。それにエリザベス・パークの皆様も。もう無事じゃないってな。一体何がどうなってんの。私起きたらいきなり魔物の腹の中だったんだけど。そりゃリンリンが起きねえのがいけねえべ。ここまで担いできてくれたリマリマにお礼を言うべよ。そうなの、リマありがとう。どういたしまして、リンちゃん。って、ごまかされないからね。いきなりラストダンジョン突入、悪魔親玉と世界をかけた決戦とか知ってたら来なかったよ、あたしゃ。でもほら、リンちゃん、世界がなくなったら私たちの牧場もなくなっちゃうんだしね。そうだべそうだべ、なこと絶対許せねえべ。それはそうかもしんないけどさ。でも私らが戦わなくてもいいんじゃない。え、だってさ、私らはただの農家だよ。勇者でも戦いのプロでもなんでもないじゃん。一緒に来た仲間も半分くらいは学生とかアイドルとかちびっこじゃん。ネネカとかクリスティーナとかは世界の創造者なんだっけ。そんなとんでもない奴らだって操っちゃうような化け物が相手だってのに、こんなパーティーで。リンちゃん。でもリンリン、今はオラたち以外に戦えるのはいねえべ。世界も牧場も牛たちもオラたちが守ってやらねえと。けどさ。そうね、リンちゃんの言うことももっともだわ。負けたら世界の終わりなわけだし。それならアメス様。悪いわね、コッコロタン。あんた、あたしもっかい行ってくる。わ、消えちゃったの。あの子一人で大丈夫かしら。逃げるならあたしも連れてってほしかったかも。え、そうなの。じゃあいいや、また戻るのもめんどくさいし。はあ、しょうがないね。確かにあんたたちの言う通りやってやるしかないみたいだし、できるだけ省エネで世界の危機を救うとしますか。おお、リンリン、やっとその気になってくれたべか。よーし、それじゃあ残りのみんなを見つけてソルオーブも集めちゃいましょう。あれ、ソルオーブとかいうのいくつあるんだっけ。確か敵に奪われたのは8個だったような。え、おお、やっぱ私寝るわ。
ちょ、リンリン。ま、ゴッコロさん、あなた、それに皆さんも。セフィー様、キャル様、ペコリーヌ様、ご無事でしたか。はあ、空間跳躍が失敗しないように念入りに調整したのはいいけど、手先をいじられて分断させられちゃうとか想定外だったわね。まだ全員揃ったわけではありませんけど、セブンクラウンズの皆さんが巨神をいつまで抑えてられるかわからないですし、そろそろ作戦を開始しなくちゃですね。こっちでもあんたたちを探しながらこの魔物の体内のこといろいろ調べてみたけど、やっぱソルオーブはあちこちにばらして置いてるみたい。魔物の体と城の破片とエリスからの魔力をソルオーブの力でつなぎ止めているそうだから、ばらけさせた方が機能的なのかもね。しかもそれぞれ置いてある場所からめちゃくちゃ強そうな魔力を感じるわ。おそらく黒い風の精霊の時のように強い魔物を再生させ守らせているのでしょうね。このくらいの妨害は承知の上です。でも負けるわけにはいきません。はい、主様。てか、なんか嬉しそうね、あんた。こんな時なのに。確かにすごい人数が集まったわ。50人くらいはいたわよね。そうね、やっぱおかしいわよ、あんたの人脈。存じてはおりましたが、これほど多くの女性が主様と絆を。全くもう本当にですが、私一人では足りなくても、これであればひょっとしたら。残る問題は、お父様に授けていただいた剣能を使えるのはあと一度ですが、奪われたソルオーブは8個もございます。となれば、使うべき最善の時を見極めなくては。こころちゃん、コロスケ、置いてくわよ。はい、ただいま参ります。さんに教えてもらったの。私の覚醒のきっかけは家族への思いだった。全兄さんだけじゃなくて、そこにはキャルやコッコロさんやペコリーヌさん、それにもちろんあなたもいて。でも、その私が一方的に思ってるだけかもしれないし、あなたの気持ちも聞いておきたいし、だからこの戦いが終わったら、キャルが注意してくれたわね。こういうの気軽に言ったらダメだって。っていうか、他にも話したいこといっぱいあるけど、今は。主様、シェフィーちゃん。シェフィー、早く来なさいよ、あんたたち。みんな呼んでるわね。さあ行きましょう、私たちの最後の戦いに。